これなのよ、このガードが下がってる状態からこういうボディジャブも打ちます。これ井上尚弥はここですね、ボディジャブをこうガードが下がってる状態から前に出してます、うん、はい、でまた打ったそのジャブ、その手を引いてここからもう一度ジャブを出すんですけれども、今回は下から上に出します。はい、またガードが下がってる状態からですね。はい、ボーン。しかも縦の拳で入れますね。そうなんです、うん、縦拳で入れてます。そうなので、あと回してないんですね、パンチを回してないです、うん、これ縦拳の方があの面積が小さいでしょ、まあ、横の面積は幅って考えると、うんうんうん、なのでこのガードの隙間にこういうパンチを入れることができるんです。はい、から井上尚弥ガードが上がってる状態からも出しますし、こうガードが下がってる状態からもボディジャブ顔にも出します。でここのシーンから井上尚弥の足が見れますね。またこのガードが下がってる状態からこのジャブを下から上に入れますが、皆さんにここ足を見てほしいです、うん、ボーンで構えをまあ広めるようなステップワークですね。はい、でその広めるようなステップワークと同時にこうジャブをまた入れてます。はい、うん、あでね、この片足で入るステップワークのメリットもう一つあるんです。でそれはまあもちろん踏み込みが早いんですけれども、はい、こう距離を取るのも早いんです。おお、なのでこのパンチを打った後ノニト・ドネアはカウンターを打ちに行きますが、井上尚弥は距離を取ります、早く距離を取ります。その結果これをかわすことができましたね。はい、やっぱり片足の方が早いじゃん、どう考えても、うんうん、両足で入るとやっぱり重心全部動い、はい、移動しないといけないので、うんうんうん、片足で入るの、片足が出るの、そっちの方が早いですね。そうですね。 でそれから井上尚弥距離を取ってこのままロープに詰められるんですけど、相手との距離が近くなったのでガードを上げますね。はい、でここからジャブをまっすぐ入れます。バーン。